戦国 MC バトルニュースが始まりました。イエーイ、ありがとうございます。ゲスト司会のモアイです。はい、ありがとうございます。はい、かわいい。はい、ゲストコメンテーターのジョーさんです。はい、ゲストコメンテーターの翔一郎さんです。ゲストコメンテーターの吉田さんです。はい、よろしくお願いします。はい、はい。なんかテンション低くないですか？低くないですよ。あの前回、はい、このメンバーでやったら非常に好評だったので、はい、なんでコメントとかも見てても結構面白かったとか、現場でもあの4人でやってくださいっての多かったんで、はい、ちょっとこのメンバーで再びやろうかなと思いましてはい、そうですね、この3人でね、なんか会話のみたいですね。早速始まったんです。そうですね、早速すごい、はい、そうですね、もうちょっと後にしようです、そこは。はい、じゃあもういいよ。諦めた。あ、環境ありました？モアイさんとか、あとさ、まあ、ありました。あ、本当ですか？なんか、ヤーの下り、あ、はいはいはい、あれで、あ、そうです、ツイッターでやったら、はい、すごい DM で僕ともやってくださいキッズやもん、興奮しちゃう。なんか結構僕ともデートしてくださいと興奮させちゃいました。そうですね、なるほどね、そんなことがありましたね。はい、あ、でも僕もモアイさんのことすごいいろいろ聞かれたりとか、あと質問募集したらやっぱモアイさんのことすごい多かったんで、あと、はい、でちょっといろいろそこら辺持っていって、はい、ジョーさんはどうですか、なんか。アンダー22の日に、はい、始まる前ぐらいにこうスクリュー君と初めて会ったんですよ。うん、こう喋っとって、で仲良くなって、でそこで翔一郎が来て、でスクリュー君が、はっ、この並び見たやつやとか言った。見てたんや、みたいな。嬉しかった。嬉しかったですね。翔一郎はどうですか？いや、もうなんか、うん、いろんな至る駅歩くたびになんか翔一郎だって言われるようになりました。本当に？いや、特になんか中野が多いか。さっきも新宿の早めに来てもらったから、うん、どうするみたいになって、カラオケ行くって言ったら、あ、俺もそれ思ってたとか言い出して、うん、でカラオケ行ったんですよ。でカラオケ終わってからここに向かう途中に僕声かけられて、うん、で写真撮ってくださいみたいに言われたら、翔一郎にも、あ、翔一郎っすよねみたいな、写真撮ってくださいみたいな、こいつもうついで感出されてるんですよ。ちょっと2人ともそんな仲いいよ、カラオケ行くの？いやいや、もう全然仲良くない。むしろなんか同じ気持ちだったってことに後悔してる。え、どういうこと？思わないからもう話広げてみて。いや、でもそうです、写真はでもさ、モアイさん撮られますか？え、たまに。あ、たぶん言われますか？でもモアイさん写真撮られても違う用途で使われそう。ダメですよ、悪用は。でも、ジョーとかすごい言われるでしょ。何ですか？写真撮ってください。あ、そうですね。俺とかな、俺クラスになると、俺クラス、最近の俺とかやばいよ。はい、どうなんですか？俺とクラスになると、こうバーって出てくるじゃん。例えば、はい、アゲハとか、新木場アゲハとか、はい、終わった後にさ、先に歩いてるのが TK とか、はい、内科さんとかで、はい、あ、TK だ、TK だみたいな、TK だ、写真撮ってくださいみたいな、内科さん走ってくださいみたいになって、で、なんかその隣のやつとかがいて、正社員だみたいな、隣のやつとどうするとか言って、いや、いいっしょみたいな、いや、いいっしょみたいな、いや、全部聞こえてるからみたいな、俺クラスになるとそういうことがあるから、写真撮ってもらえないからね。撮ってもらえないんで俺クラスになると、俺クラスになると撮ってくださいね、皆さんね。はい、じゃあニュースいきますか。はい、はい、じゃあ萌えさん、ちょっとお願いします。じゃあ一つ目、はい、高校生ラップ選手権第16回、うん、ネットアイ優勝。おお、ありがとうございます。選手権は来ました？どうですか、16回は。この中のメンバーは誰か行ってるんですか？行きました。あ、行った？はい、あ、行ったんだ。2人は行った。ごめんなさい。2人は見た？はい、見ました。見ました。はい、ジョーさんどうでした？僕やっぱりリルベイが出てない時点で、またちょっとそのリルベイっぽいやつが一人見つけちゃったんですけど、うん、こうザップってやつがおって、いや全然違うわ。こうリルベイと同じ匂い感じて、ザップに、ザップに。いや、でもやっぱりリルベイの方が勝ってますね。ザップとリルベイ同じかね。いや、もうなんか匂いがね、僕はバトル中に規制発するやつは大体すごいと思ってるんで。ジョーさんから見てどうですか？
今回の大会っていうのは、どうなんですかね。でも均等にみんないいとかじゃないですか、うん、結構面白さで言ったら高かった。あ、でも15回も面白かったかな。でも前の収録で15回って僕あんまりでしたねみたいに言ったんだけど、いやでも面白かったっすよ15回もう一回見てみるとみんななんか結構いい感じでいい入ってたっすね。で16回はでもどうなんやろ、新しく出てきた人たちがかわいそうやったなみたいな。あーそうだね、元気高校生のかわいそう。いやでもそうだね、ただ S 界のはやっぱり勝つなって思ってたんですよ、ムカデには。うん、勝っちゃったっすね。いやムカデに勝っちゃったっすよね、S 界で。でもあの16人って出て8人がそのオーディション組で、8人があの全員1回戦、あの7人が1回戦負けか、うん、スカイだけ勝って、うん、スカイだけ勝ってみたいな感じだったけど、ちょっとやっぱりなんかレベルが違ってますね。そうですね、なんか結構こんなに差があるんだなみたいな感じ。ロールミー君がかわいそうだったっすね、ナインホール当てられて。ああ、でもロールミーも本来はもっとね、うまいんですね。そう、できるやつだと思うんだけど、やっぱ9-4とかがすごい強かったね、うん、でもなんかそのディスの攻め方の角度は面白かったっすよ、ロールミー。あ、ロールミーが、はい、なんか2人はどうですか、全然全く見てないこの感じ。いや、主要な全く見てないお前ら。いや、でも前さんはもうモグラ君が出てないんで、もうそう見ないっすよ。ああ、そうですね。いや見るなよ、全然見てないですか。いや、レッドアイ君の試合とかは全部見ました。どうですか。あ、どうぞ。僕、ベルとレッドアイの試合を見ました。うん、どうですか、ベルとレッドアイの試合を2人から見て。なんだ、レッドアイ君、めっちゃかっこいいですね。うん、でもベル君も良かったと思うんですけど、うん、なんかもう16回、レッドアイは優勝するだろうなって感じでは。全然そんなこと思わなかった。そんなこと思わなかったっすね。なんかもう何回も出てた人がもう16回とか、ああいう大舞台って優勝するジンクスが何かしらあると思って。 KOK 8回ぐらい優勝してる人も多いんです。いや、そういうことじゃない。でも、もうそろそろ優勝してもいいんじゃないかなっていう回がたまたま多分16回だと思う。でもなんか色あるじゃないですか、レッドアイ。それなりそれに。ああ、わかるわかる。まあそのスター性とかは相当あると思う。なんか正統派に見えて、の色のあるラップっていうか。どこが正統派やねん。レッドアイ結構正統派じゃない。あ、そうですね。ちゃんとスキルで攻めるところがあると。ああ、なるほど。そうだ、初めて出た時もなんか一番目立ってた回、あの、いつだったか。ああ、まあまあ、そうだね。12、3回、12かな。 12? 12だね、12のレッドアイすごかったね。うん、一番印象に残ってたから、ああ、これどっかで優勝するんじゃないかなって僕は思ってて、それが多分16回だったんじゃないか。スタッフの人ですかって思いました。本当、お前さんはレッドアイ君、うん、なんかおしゃれだなって思ってちょっとざっくり、うん、でも俺それで言ったら正統派ってノベルコアの子でしょ。そういうこと。そう、ノベルコアとかの正統派だから、うん、レッドアイはやっぱすごいかっこいいけど、絶対なんだろうな、やっぱり優勝できるキャラじゃなくていうか、はいはい、ヒール役になっちゃうから、うん、結構俺は最後優勝した時びっくりしちゃったんだよね。いや、ノベルコアがもう行くと思ったっすね。そうだね。だから決勝のカードの時点で、うん、あ、もうノベルコア優勝やと思って帰ったよ、ね、にして。なんかずっとノベルコアがなんかもう結構正義のノベコアになってた。そうっすよ。そうだよね。もう仮面ライダーのヒーローだったらあいつ、ずっとね。でももう決勝でノベルコアがレッドアイをバー行くっていう感じのなんかやったんですけどね、うん、だってなんかフジコースの試合もさ、なんかそのフジコースすげえラップとしては超かっこいいけど、あの攻め方は良くない。伸び込まんでしょ。悪すぎる。あれは悪すぎる。いや、俺もあれはもう本当に言ってることがやっぱりその伸び込まんがまあ真っ当なのと、その攻め方のディスの強さは、うん、ノベコは相当強かったと思うんだけど、だって藤子そのノベルコアがクソの話を言ってから、藤子さん普通に返したんですよ、それずに触れずに、うんうんうん、やのにもう一回その話でも言いたいみたいな。
いや相当ヒールだよね。いやそうですね。でも相当ヒールだけど延べ子は正義の延べ子。そうだからもう麻薬取締官がそのドラッグディーラーを抑えるみたいな戦い方やったっすよね。そうあれマジそうだったよね。お前これやっただろ。いややってない。やったんだお前は。取締りみたいな。いやマジそうだったよね。まあ藤子さん何もしてないけど、藤子さん何もしてないですけど、でもアクエリアスですね。でもそうだよね。俺もそう思ってて、でも最後の最後でレッドアイがマイケル・ジャクソンにもらったストリカー。面白かった。そう。あれで結構ね、決まりました。勝負あったから。で、そのレッドアイがそれ言うまで、もうほんまにノベルコア優勢というか、うん、もう8人ぐらいの勢いだったら、ね。俺もそう思った。マイケル・ジャクソン言った瞬間にもう10万人いった。そう。いやでも本当に、あと今回結構あの、誤信だって言われたのがすごい多かった。誤信っぽいもん。誤信が多かった。誤信っていうか別に俺誤信だとは思ってないんだけど、なんか見る人が見るとって。そうだって俺誤信なんてないと思ってて、あだってさ別にその審査員がそう思ってさこっちって言ったらさそれはもう誤信じゃないでしょ、うん、だと思うんですけど、でもなんかそのツイッターとかで結構誤信だってのは。ナインフォーとエスカイの試合は延長でもよかったかなっていう、あ延長したんですけど、いやあれは一発で、一発ですよね、エスカイでは勝ったんだけど、でもあれに関しては俺だったらやっぱりナインフォーにあげちゃうから、じゃあ誤審じゃないですか。じゃあ誤審だとは言わない。だってあの判定はあの5人でしょ。 あの5人だから、あの5人で決めている判定なわけだから、う違う価値観ですから。そう別にそれは俺がそう思っただけだけど、違う5人だったらまた違う結果があったかもしれない、うん、だしなんかあれはそのあそこでコメンテーなんかその この勝負のポイントはみたいに聞いた時に R 指定に言わせればよかったと思うんだよね。うん、R 指定も確か S 回に投げてるんですよ、うん、でなのにカンさんがカンさんに言ってるから、カンさんがなんかそのコメンテーター出したんだけど、そのコメントが何て言うのかな、うん、こうなんかその判断基準だとなんか生まれ持ったもので決まっちゃってんじゃないですかみたいな判断基準だったから、結構みんな文句言っちゃったと思うんだけど、うん、でも別になんかカンさんが言いたかったのはそういう部分じゃないと思うし、うん、あとなんかそのまあバトルの判定で見たらない方かもしれないけど、うん、でもその他の部分のなんかその人の好みによっては変わるんだろうなと思うんだけど、うんうん、でもまあ誤信問題はね結構多いですけど。そうですね、うん、まあでもリルベ出てないね15、6回もうやっぱりもうどうでももう どうでもっていうか、まあやっぱリルベ出てましたリルベすごい好きっすね。そうですね、リルベが DM 来たっすからね、僕のことを戦国のあのやつで言ってくれてありがとうございます、大好きですって可愛い、うん、リルベでも NHK もあの出てたんですよね、出るんで、うん、ちょっとリルベには頑張ってもらって。いやもうリルベはもう本当に釘付けです。MVP 誰ですか？16回のリルベですか？いや16回リルベさん。だジョーさんは誰かいます。僕はもうそうですね、リルベと言いたいところなんですけど、やっぱニガリですね。ニガリ審査員の審査員のニガリ。でもそれ分かるわ。確実に的を得ない。もしかしてバトル中寝てたみたいな。そうそうでもニガリのそういうのは許されるんだよ、許されるん、なんか許されるわかるのほほんとしてやばかったっすねそうね、ニガリ良かったね、ニガリ良かったです。これはまあ天然だ。ナイン方かな、ナイン方か、ね、ノベルコア、うん、ナイン方がズバ抜けてうまかったっすね。ナイン方強かったね。うまいっていうか強かった、うん、結構ナイン方やっぱちょっと抜けたなと思いましたね、うん、抜けたというかもうそうですね、コーラに出てはいけないレベルの、うん、強すぎる。わかる、コーラ出ちゃダメだねギリもう今の世代でギリムカデとかのレベルがもうあれじゃないですか、一番強いぐらいけど、ムカデノベルコアでしょ、はい、うん、そこの一番さらにスポンって上行ったやつがいきなりコーラ出てきてみたいな、それは強いっす。声の出方がない方はちょっとレベルが違ったっ、まあ、そうですね、であれ一応17回次あるとしたら17回なんですけど、17回にこの人出した方がいいんじゃねえかっていう人います？リルベイですよリルベイ以外で、え高校生ででしょ、高校生の中のメンバーで言うと白ガラスってやつ持ってる、
わかる。白ガラス。うん。そいつでも高校生かどうかわかんない。あれ中3、あいつ。あ、中3やん。じゃあ無理ですね。白ガラス知ってんの？白ガラスうまいっすよ。あいつは中学生じゃないっすね。もうなんか踏み方が、うん、もうあめっちゃサイファーしてんねんなみたいな。はいはいはい。え、そういう感じであいつうまい感じだっけ？なんか俺のイメージだともうちょっとこう文学的なこと言って強い感じ。文学的なことを言いながらインフォームですよ、ちゃんと。なんかでも白ガラス聞くよね。白ガラスですね。全然知らないでしょ。知らないです。ちょっと後で。うん、でもまあ S 界では出た方がいいですよね。あとリルベイも、リルベイ、リルベイ出た方がいいですよ。